さあ、今日はね、手長エビを釣りにやってきました。橋の下、釣る道具は延べ竿と手長エビセットですね。手長エビセットは釣り具屋で売ってる全部セットのパッケージのやつです。それに、10g100 円ぐらいの値段の5回を餌にして釣ります。多分5回以外でも釣るんだろうけどね。これはね、潮が引き始めたぐらいの時間帯かな。全部潮が引くとここら辺も岩しかない、岩のところ歩けるぐらいになっちゃいますけど、あれですよ、翡翠ぐらいなのかな、完全に川じゃないぐらい、翡翠ぐらいかな。こうやってね、石と石との間に落とすのがポイント。なんで漫然となんか投げてると全然釣れない。石と石とのなんか隙間ぐらいにこうやって落としてみていくという感じですね。手長エビねえ、手が長いもの、めちゃくちゃ手が長い。バシッ、手広げてる。家に帰りました。さあ、手長エビ料理ですね。塩コショウ振りました。塩コショウ振って水で洗って、これから油に、これをね、油から揚げていくと、ここポイントですね。しっかり油を切るときは毛細管現象でね、油をこうしっかり落としていくっていう、日本料理の小山博久日本料理青柳の小山博久流、油をしっかり抜く術、フーディーズ TV で学んだ。こうやって油をしっかり切って、塩コショウ、さあ塩コショウをかけて食べていきましょう。ちょっとね、今日はね、ちゃんとしっかり食レポをやっていこうかなと思います。うまい。